今日は鈴木と魚瀬です。魚瀬は2匹で500円、鈴木は1匹で、450円かな。かなりお買い得だったと思います。まずは続きを血抜きしていきます。エラーはこんな感じ。はい、ここのエラーに沿ってここに穴を開けます。ですね。で、尻尾のところにこんな形。うわ、めっちゃ綺麗。はい、ここのエラのところにこのホースを入れて、わかるかな、やります。おう、はい、しっかり水が入ってきました。いた、よいしょ。カチカチです。で、これはエラをまずは外します。ここの部分から切って、なんか小魚を食べてる。ほら、何これ、魚が出てきた。ちょっとそっちから見にくいけど、うわ、なんかすごい真っ白。内臓じゃん、でもすごい、めちゃくちゃ綺麗。胃袋の中に何が入ってるか、よくやってるやつ。これやな、魚や。溶けた魚がいっぱい出てきました。すごいね。はい、さよなら。この血合いのところに切り込みを入れて、鱗を取らせたな。普通は先に鱗を取らな、時間かけです。はい、なに、終わった、終わった、出て、タイヤ、タタタ立てるんや、立てまーす。よこしょ、こうやって中の水をいきまーす。あー、あなたの声も入ったわ。これで、15分ぐらい。次は、名前忘れた。魚瀬か。刺身で食べれんのかな？やってみよう。
これは塩焼きにしようと思ってます。血抜きができるのかどうか、えら、あーどうやろうな、ちょっと色がくすんでるかな。ちょっとやってみます。よこいつです。こいつをここのところにこうやってこう、難しいなこれ。こうこうやるわけですな。お、いけてるいけてる。あ、見えてる。こんな感じ。体液みたいな、すごいネバネバぬるぬる。これどトランでいいんかな、これトラン。よっ、ぬるぬるやな、これ塩焼きなんでね。なのでここからこう入れて、ここからエラごと。若干地下は黒いよね、色々みたい。チームはいいか。いやでもちょっと変えてみたいな。そんなこんなで鈴木の血抜きが、いよー、お、あったかな。うん、を拭いて保存。キッチンペーパーでくるんで、おっとこうか。でくるんで、よし。これで冷蔵庫に何ぐらいかな、2日間ぐらい入れときます。まあそんなこんなで、ほい、だって。さあ、どうでしょうか。買ったここは無理やな。あ、そっか。
皮が弱いわ。魚背の刺身、うん、美味しい。手少ないけど。あとはこれは塩焼きにします。じゃあ